いよいよ俺も、ね、試験当日の朝マックで2時間で受かったから。マジっすか。何の試験っすか。簡単だよ、簡単だよ。何の試験。何の試験。よし、行くぞ。もう、書いてない。始まるのか。生一丁喜んでだよ。え、もう乗り換え相当相手さん気合入ってるからって。乗り換え。打倒鈴木さんでしょ。生一丁で喜んでだよ。違うんだ。違う。出てる出てる、ほら。腹が。腹が出てないように行きましょう。じゃあ集合ね。生一丁。生一丁。プレッシャー始まるよ、プレッシャーが。プレッシャー始まるよ。もう、殺すぞ。強力してたんだけどさ。どう？師匠、いいよ、別に。どう？なんでもいないね。これもう、本当、爆死だから。あ、そうだね。うん。終わって。もう、見てよ。鈴木さんよ、一応ね、師匠が、今日ライトなんだけど、状況によっては、小川さんとちょっとチェンジするかもしんねえから、その指示頼むわ。いやいや、で様子見て、鈴木さんの様子を見て、意外にね、走ってるとライト来るんだよ。意外にライト飛んでくんだよね。いや、走ってると来るんだよ。レフトの少ないね。走ってる時にはレフトあんまり来ない、引っ張れない。レフトはもうああいう強いチームだけだよ。お前の球を来るにやれんの。だいたいどっちがいいかね。コツンと当ててくるところはライトだよ、やっぱり。あ、なるほどね。どこだっけ強いチーム。レフトもバイツ。あ、レフト打ってこっち。そこぐらいです。田島さん状況で言ったらどうかな。レフトとライト交代の場合もあるかもしれないね。正直レフトだとほら強い打球飛んでくるからさ。そうだね。師匠レフトだともうバクチだな。さあ1点でも多くね、1点でも多く取っていきましょうよ。そのあとは相手が10点でも多くね、10点でも。右が多いか左が多いかにもよるけどね。ここで勝って、タイに持ち込みましょう。タイなの？ちょっと巻っ越してんだよ、3連敗してんだよ。そうなの？あ、違う違う、ここはね、2連敗の後2勝してんだけど、最近ね。最近、ここ数試合で。3試合、3連敗か4連敗してる。うち？うちは、6勝7敗かな。バイツ連敗があるからでしょ。さあ、トップ頼むよ。どんな形でも出ましょうよ。さあよく見ていこう。おーよしよし。バッテリーがサウスっぽい。あ、そうだね。珍しい。さあ出てこ出てこ。ナイスナイス。伊藤さんありますよ、バット。ああ、そう師匠がバッターの時は一番二番これ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 ですよ。いやいやいや、重たいやつこれです。任せて任せて、バッチこれが打てるんだ。今日打てれば明日勝てるよ、大丈夫だよ。小川さん、これ700ぐらい。そう、700超えてますよ今日ね。いやー、ね、勝った。730ぐらいもちょうどよくて。あ、いやー、バッターも来てば。20だったかな。ちょっとね、考えてるの、その中島モデルのアディタスのね。あれ、中島モデルになったんですか。中島モデル。まあ、中島モデルのアディタス。浅香のさ、浅香のスタバスポーツって結構安い。あ、安い。安い。うん。たびたび行く。あ、ほんと。うん。あそこ結構ね、揃ってるよ。あ、マジっすか。結構混んでるよ、そんで。あ、ほんと。たまになんか、安売りかなんかってるよ。あ、そうそうそう、浅香中のすぐそば。スタバスポーツ。
バーミヤンのすぐ、バーミヤンの隣だよ。隣隣。隣だよ、ね、うん、あ、行ったことある。あそこの野球部に結構充実してる。ね、あ、マジっすか。結構ありますよね。いいよ。あそこだと、ネームサービス。ネームサービス。いい球打ってこい、いい球。あ、わっち、いい球打ってこい。背番号アイロンプリントサービス。どうもシャンシャン。いや、アンダーシャツ。大丈夫だ、3回、4回回ってくるから、今日は。アンダーシャツ。3回、4回回ってくるから。あれどうしたのこれ見てなかった今ダンスだったね。あ、任命だよ任命。あれ左ピッチャー、左キャッチャーだしバーバッチ楽に珍しいな、バッテリーで左、ね、ナイスナイス。両ホールが初めてみたいな。俺2人は初めて見た。村田君に似てるんじゃないですか。なんかね、村田君の顔がね、こう思い浮かんじゃったらね、三振しましたね。俺それを言うなら、先週ね、助っ人で来てくれた人がね、あのジャパンのね、村と同じ。あ、マジですか。14番だった。14番だった。もう気になる。15じゃなくて。ここに当たんなかった時のこと考えると、怖いよね。そうね。あ、それ、チューマさんね。軽くて、あの振り抜きがいい。あ、いや、軽いのを選択するか重いのを。フルスイングでいい。はいはいはい。あの、ちょっと短いし、84だし。これも軽いな。オーケー！あれ。しゃあないしゃあない。さあ立ちますよ、4番に回しと。今ですか？今週ね、ちょっとズボン入らなくなってきて、ね、ちょっと量減らしてる。手首がいけんだよね。ズボン。え、これズボンですか？作業。いや、これじゃなくて作業着だ。仕事で必要な。夏って結構太るんだよ。なんかね、意外に。汗もかいてるし、動いてるからいいだろうっていっぱい食っちゃうんだよ。でも実はそんなに動いてる。意外に減らない。バチって叩かないと、こっちも蚊に食われまくってんじゃないですか。あ、すげえ、痩せる暇がない。ナイスナイス。鍋って言って、最高行こう。今日せっかくバッティングセンターで左バッターが多いです。最近打てないな。記録途絶えてから全然打てない。どうかしら、打ってこう。石橋さんいないよ。大丈夫だよ。ナイス！あらま、3時に残しちゃったよ。